こんにちは。病院薬剤師、玉さんです。睡眠学習、抗菌薬ミニ講座。第19回の今回は、あなたの知らない、蛍光抗菌薬の世界6をお届けします。岩田健太郎先生の著作、プライマリーケア医のための抗菌薬マスター講座をもとに、蛍光抗菌薬についてお話をしています。 今回のテーマは、蛍光リンコマシン契約です。リンコマシン系といっても、皆さんにはあまり馴染みのない系統名かもしれません。化学構造はマクロライドに似ており、よってマクロライドに似通った性質もありますが、カバーできる菌はかなり違います。 またリンコマイシンという抗菌剤も実在はするのですが臨床の場ではほとんど使用されておらず実際はクリンダマイシンの一択となりますクリンダマイシンは支柱型 MRSA を含むグラム陽性菌と腱気性菌をカバーするのが特徴です 元気性菌に対する抗菌力は、ご覧の通りですが、近年では、耐性菌が増えてきたこと、ベータラクタマーゼ、阻害薬、カルバペネム系薬の登場に伴い、使用頻度は減少傾向にあります。蛍光クリンダマイシンが第一選択とされている疾患を、 最新のガイドラインよりピックアップしてみました。まとめると、1. ペニシリンアレルギー時 2. 支柱型 MRSA 感染症 3. 嫌気性菌感染症、特に護衛性肺炎ということになります。 今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。病院薬剤知って素晴らしい。ご賛同いただける方はチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。